東名高速道路、下り線静岡インターの近くを今走っているところです。で、結構今ね、結構今日混雑します。本日平成24年2012年の1月の24日、平日火曜日なんですけどね、いや時間は夜9時7分。結構混んでますね。なかなかスムーズに進まないです。で、これが、静岡市流れている安倍川ですね。安倍川餅。安倍川餅っていうね、お餅が有名なんですけどね。よく、インターチェンジとか、サービスエリアで、これのサービスエリアで、売ってるお餅、美味しいお餅あるんですけど、きなことがあんこ。まあ、すごく美味しいお餅があるんですけど、ここが、今発祥、安倍川。で、ここの支店は名古屋まで174キロですね、支店になってます。まだまだ名古屋は遠いですね。浜松までだいたい70キロちょっと。で、基本的にインターのね、あたりは結構ライトアップされてます。で、ちょっと外れると、またライトアップ、こういったない、明るくはないかなと思って。が表示されてて、焼津まで、港で有名な焼津まで10分、吉田町で20分、浜松まで55分です。